やってなくて結果が出てる人、この人を真似するわけですよね。なぜこれを真似するかというと、一番楽だからです。これはもう一つですね。目先しか見ない人です。人って今しか見ないっていう方が多いんですよね。今しか見ないっていうのは1年後とか5年後のことを見ないっていうことなんです。要は投資ができないっていうことなんですよ。誰を見習うかという話なんですが、じゃあ練習をしたりとか掃除をしたりって考えた時に、4種類の先輩がいると思うんです。やっていて結果を出してる人、やっていて結果が出てない人、やっていなくて結果が出てる人、やってなくて結果が出てない人、この4種類の方がいるんですが、さあこれを誰を真似するかなんですよ。ほとんどの方がやってなくて結果が出てる人、この人を真似するわけですよね。なぜこれを真似するかというと、一番楽だからです。やってて結果が出てる先輩よりも、やってなくて結果が出てる先輩の方が真似しやすいですよね。でもなんとなく分かってると思うんです、どちらを真似すべきかは。ですが、なんで真似しないかというと、今しか見てないからです。目先しか見てないから。今練習をしている、掃除をしているけども結果が出てない、この人はどうなるかといったら、半年後にもう結果が出るようになってるわけですよね。ですが、今掃除ができてないけれども店が流行っているっていうお店は、今結果が出てるかもしれませんが、半年後にどうなってるかというと落ちてるはずなんですよ。そこが見えるかどうか。なんで目先しか見ないと失敗しますね。悪い習慣です。で、今しか考えられないっていうのは、静止画で考えてるからなんですよね。物事を動画で考えればそれが自然と見えるはずなんですけども、ほとんどの方がもう目先しか見ない、今しか見ないからうまくいかない、こういうことです。じゃあ誰を見習うかなんですが、やってて結果が出ている、やってて結果が出てない、この2人を真似するべきですね。やってなくて結果が出ている人、この人を見習わないことです。